サッカークイズ、よろしくバロンドール歴代最多受賞者は誰でしょう。最多受賞者、リオナル・メッシ。正解。よーし、日本人でノミネートされたことあるのは中田英寿、稲本潤一、もう一人は誰でしょう。中村俊輔。正解。しゃー、今回正解だ。ベンゼマバロンドール受賞おめでとう。